動画をご覧の皆さん、こんにちは。おたほです。今週も仮面ライダードライブと手裏剣戦隊ニンニンジャーのおもちゃを買ってきました。いや、ドライブもニンニンジャーも商品ラッシュですね。何を購入したのか一つずつ見ていきましょう。まずはこれ。タイヤ交換シリーズ09仮面ライダードライブタイプフォーミュラです。おー。劇中と同様にタイヤが2つ入っています。 ああ、ギミックがありますね。そしてこれ。デラックストレーラー 4& シフトフォーミュラこれ劇中で先週大活躍してましたね。トレーラーから大砲へシフト。タイプフォーミュラにドライブ。それからこれ。シフトカー。シフトフォーミュラが付属しています。これ結構パッケージでかいですね。背面はこのようになっています。いやー楽しみですね、これも。そして、 忍忍ンン戦隊手裏剣者からはこの2点です。これね、回転超忍法五とん人手裏剣です。背面はこのようになっています。まずはこれと、さ、そしてこれ、お供忍シリーズ2、UFO 丸です。前回のお供忍シリーズ1のパフォーマルも良かったですよね。今回は、このお供忍 UFO です。人型に変形して、手裏剣人 UFO になります。 パッケージの背面はこのようになっています。いやー、これも楽しみだ。というわけで、今週の新商品は全部で4点です。いやー、どれからレビューしようかなー。毎回恒例なんですけど、皆さんはどれから見たいですかまあ、僕の中でおおよそどれからやろうかなっていうのは決まってるんですけど、みんなもしよかったらコメントで、これを最初に見せてくれっていうの、ぜひ書いてください。コメント、待ってます。 ちなみに僕朝方までトランスフォーマーのレビューをしてて、でさっきまで寝てたんですよね。普段はこういう新商品結構午前中に買いに行っちゃったりするんですけども、まあ今日はちょっとスタートが遅れちゃったんで、普段よりも動画をアップするのちょっと遅くなります。まあなんだけど、まあ一個一個丁寧にレビューしていきますので、どうぞよろしくお願いします。いつも動画へのコメントや高評価など、本当にどうもありがとうございます。チャンネル登録がまだの方、いち早くおもちゃのレビューを見たい方、チャンネル登録、 どうぞよろしくお願いします。それでは次のおもちゃレビューの動画でお会いいたしましょう。ぼタほでした。